今日は僕のお気に入りのカーハートのパンツを紹介していきたいと思います。今日僕が紹介するのはカーハートのペインターパンツになります。僕の SNS 見ていただいたらわかると思うんですけど、ほとんどのコーデがねカーハートのパンツで組んでいるんじゃないかなって思うぐらい、あのカーハートのパンツ履いてることが多いんですけど、僕がねたくさん持ってるカーハートのパンツの中でも一番汎用性の高いこのベージュのパンツをね紹介していきたいなって思います。カーハートのパンツをねデカ履きして A ラインをねすごい作ることが多いんですけど、これもサイズがねウエスト40、あのレングス32なんですけど、僕がね一番コーデにね助けられているのはねこのベージュのパンツになります。生地の話なんですけど、このカーハートのいいところっていうのはね、デニムと違ってロールアップしてもねこの表の色と一緒っていうところですかね。デニムとかだとロールアップするとここが白くなっちゃうというか、裏の色が出てきて白になっちゃうんで、青の部分に対してこの白が出ちゃうと結構ね足が短く見えちゃうんですけど、カーハートのパンツはねロールアップしてもね裏と表がね一緒の色になってるんで、あんまりそれが気にならなくてね、個人的にはねコーデ組みやすいパンツだなって思います。今からねイメージが湧かないと思うんで、このパンツを履いてコーデ組んでる動画を流していきたいと思います。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。リバースイーブとか結構ゴツめのライトアウターとかね着ている時はね、あのカーハートのねこのドストレートのシルエットがねすごいコーデが組みやすくて役に立つアイテムなんじゃないかなって思います。僕はねこういうベージュとこういうグリーン系とかカーキとかをね合わせるのがすごい好きで、本当に結構ブラウンとかあのこういうベージュにグリーンを合わせに行くことがすごい多いんじゃないかな。なんかこの自然な感じとねあったかい色のイメージでね、個人的にはねすごいお気に入りの色の組み合わせになります。こうよく見る色でカーハートっぽい色っちゃカーハートっぽい色なんですけど、まあ結局ねベージュとかはねすごいコーデに持ってきやすいあの色なんで、言ったらあのアーミーチノとかポロチノとかね結構よく見る色なんですけど、結局ね上にね何持ってってもかっこいいですし、こういう色でねあのデニムジャケットとか羽織ったり赤色のアイテムをね上に持ってくるのも結構好きなんで、個人的にはねアメカジ感とか渋い感じが出る色のアイテムなんじゃないかなって思います。38インチとか40インチをねデカ履きして履くことが多いんですけど、よくね SNS のコメントなんで何インチ履いてるんですかってすごい来るんですけど、38からねだいたい40インチ履いてて、初めはすごいでかいんでこれ大丈夫なんかなと思うんですけど、結構ねあの履いて見慣れてくるとね、むしろコーデ合わせやすくないってなってくるんで、3回目ぐらいからね多分慣れてきて周りもね何にも言ってこなくなるんで、あの皆さんあのデカ履きちょっとしてみてください。38インチとかね40インチのパンツはねちょっとであのベルトしないと下がってきちゃうと思うんですけど、これ慣れてくるとね結構体も楽だし、あのもう逆に細いパンツに戻れなくなっちゃうんであんまり良くないと思うんですけど、あの僕はねこの A ラインとかね太めのアイライン作るのが好きなんで、個人的にはねおすすめです。ちょっとねデカ履きしてる人が少ないんで女子受け悪くて持てなくなっちゃうかもしれないんですけど、デカ履き界隈をねちょっと盛り上げていきたいなって思います。皆さんもカーハートのパンツをデカ履きしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。コメントしてね。